もピョキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、ハウスオブアトーサブトロールスということで、その家は騙されているということでしょうか。まあまあ、どんな家に住んでようが僕にとってはぬるま湯ベイベーだね。その仕掛けられた罠たち全部かいくぐってやるぜ。そしてこのコースの、いや世界中の家たちを支配するのだ。それじゃあ早速やっていきたいと思います。クリア率は 1% まあ変なオープニングになってしまいましたね。いつものことなんですけど、そういや最近僕リンゴ飴にめっちゃハマっててさ、リンゴ飴って知ってるかな。まあ普通のリンゴ飴って言ったらさ、祭りで出てくるようなリンゴ飴を想像すると思うんだけど、そういうんじゃなくってシャクシャクしたリンゴに飴を塗って食べるみたいな、それがマジでうまいのよ。一回は絶対試してみてほしいね。そしてここなんだ、どんなやり方をするんだ。僕は閉じ込められてしまったけど、ヒントって書いてるな。右下のガリガリがヒントなのかい。なんかしてた、開幕さかな。もう分かった、このガリガリの中に何かあるんじゃないのか。やっぱりね。そして右に行けばいいとか、そういうことなんじゃないかな。え、あ、これでいいのか。そして他に入れませんね。コロコロ、お前は抜けれないと思っているのか。僕がその間抜けてみせるぜ、きっちりと。ビヨン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 。このブロック叩いてからが分かんないんだよね。この魚は避けて左の方に進めっていう感じかな。あー、なるほどね、これでいいのか。そしてここで、あー、もう全て分かった。魚よ、かくれんぼはもう終わりにしようじゃないか。この上に行けばクレーンがあるだけでしょ。そして左のハテナブロック叩いたらカロンの甲羅が出てきて、このカロンの甲羅を履いてヒップドロップすればブラパが倒せると、そういうことですね。ちょっと危なかったね。そしてあの右のボムヘイカー、ここで蹴れば多分先に滑るみたいな。うわ、全然余裕すぎる。何今日調子良すぎようじゃない。ここで Z すればいいのかな。ジャンプした瞬間すぐ左に逃げる。これで先に滑るっていう感じだね。そんで今気づいたんだけど、ここピンコインコースなんだね。3枚のコインを集めなきゃいけないっぽい。そしてこの鍵扉に入ったらゴールっていう感じか。そしてここ左、すげえ怪しくないこれ。なあ、あの左のコインすげえ怪しい。取ったらうまい。一旦右の方に行ってみる。こっちが正解みたいな。そしてオンオフすればいいのかな。何今の魚の大群。でこのオンオフしてみよう。そしたらここね、すげえ左も気になるんだよね。ちょっと行ってみようか。なんかハテナブロックがあるな。このハテナブロックが叩いたら何が出るんだろうね。あ、もう余裕だ。見てろ、ここで一旦魚を落とす。そしてここでも魚を落とす。そして鍵を取ってもう一回オンオフをする。そしたら先に進めると、そういうことなんじゃないんですか。さあ行きましょう。このまま左に行って P ブロックがなくなれば鍵ドアに入れると、そういうことですね。いやー長かったね、ここまで。中間ポイントは、中間ポイントまでもね結構長いような気がする。この先にあるのかな。ない感じだね。これはコイン、コインこれいけないと思っているのか僕が。なあ制作者よ、ここから右でダッシュして。じゃあこの場所はさっさ右下に行けっていうことだね。そしてこのピンスイッチ持っておこうか。そして土管に入っていく、これが正解なんじゃないかな。そしてこの下はパウブロック、そしてカロのコーラ。うわどうしよう、カロのコーラ手に入れてヒップドロップ、ピンポン言われたね。これが正解なんじゃない。そしてこのピンスイッチを踏んで、ここでヒップドロップしてみる。そしたらどうなる。なんか動けないよ、大丈夫。さあこっから本番開始だね。そしてここはキノコ、イカ、なんもない感じだね。じゃあこれはなんだろうね。あ、いやこの場所で大丈夫だよきっと。オッケーオッケーオッケー、なかなかいい感じで進めてるね。そしてこの上は何もない感じか。え、結構順調に来れてる感じもしかして。そしてここでブロックを破壊して上に行けばいいっていう感じなんじゃないかな。いや全然全然まだ大丈夫。そしてこの下に行って、このハテナブロックを叩いてみる。あ、ちょっと、ここで大丈夫、大丈夫なのか。意外といけてるね。じゃあここはこれ僕めっちゃ見覚えがあるんだけど、このコース一回やったことあるコースかもしれない。申し訳ありません、またやったことあるコースをやってしまって。前回はそんなことだったよね。なんで覚えてないんだろう。多分ねこのコース見たことある方いると思うんだよね。さあこのまま下にいて何が来る。このハテナブロックを上から叩いてみようか。そしたらパワーブロックね。そんでここ右に行っていいのかな。一旦右行ってみようか。そしたら何もないですわ。じ
ゃあここは一旦爆弾出すでしょ。そしてここでもブラパ出して、このブラパに当たっていけっていうことなんじゃないかな。多分これで先に進めると思います。そしてパブロックを出してドアに入っていけと。絶対これで合ってるよ。さあこっからなんだけど、ここチビでよかったのかな。いや、全然全然。ここで一旦キノコを出してこの場所で待機。それで絶対合ってると思う。さあ時は出て、なかなか巧みな罠を仕掛けてくれるじゃないか制作者よ。じゃあここは下に行って、こっからどうすればいいんだい。あのキノコを待っておけばいいみたいだ。いや左に行ったよね、キノコ様。じゃあここで待っておいてキノコを取れっていう感じか。さあ行きましょうマリー。このまま左下にレッツゴー。そしてこの音符どっち、上から叩く下から叩くって、こんなところに隠しブロックなんて用意すんなよ。じゃあ上から叩いてみます。僕はどうなる。さあ下一択だったわ。多分こっちが正解でしょう。そして中間ポイントを取って次の場所に進めると。そして次は何もしない、僕はここに乗って何もしない。次はすぐ左に逃げるよ。そしてこのリフトに乗ってあの金魚を倒して先に進めと、そういうことだと思います。そしてこのハテナ読めたよ、アイテムだろよしそしてここもなんか隠れてんだよな、アイテムだろ。いやなんもないね。じゃあこのまま先進むか。うわ怪しい、これ左ってめっちゃ書いてるね。でここは右って書いてるんだけど、上はなんもない感じだね。じゃあこの扉入っていきたいと思います。どうなる。全然いいよ、面白くなってきたじゃないか。じゃあこのドアから出たら右を尻尾で針を抜けろっていう感じだろうね。左も行けそうなんだけどね、行けないのかな。とりあえず右進んでみようか。そしたらなんか来る、絶対なんか来る。石原氏がこっち見てんだ。ちょっとモザイクみたいなになってるけど、わかんだよこっちに来ることは。そして下に行けば何かが変わると。ここ下に行って上に行くか下に行くかなんだけど、下に行ってみようか。こっちが正解、頼む、合ってて、いや合ってんのかな、どうなんだろう。右下怪しくない、さっきからうろうろしてんじゃねー。この場所だったよね、この場所の魚を避けてこの土管に入っていく。さあ次は何が待ってるんだろうね。そして次はもうって感じしかしねえ。なんだこれは、そこは魚じゃないのか。それじゃあここは魚を右ダッシュでかわす、それでいけるんじゃないのか。あるよいね、わかった、この場所で何もしなかったらいい。それか一回ジャンプしようかここで、そしたら避けれるっていう感じだね。そしてこの P スイッチを持って右下の場所で踏んですぐ下の土管に入る。さあこれでもうそろそろゴールが近いんじゃないの。ここはさっきの場所だよね、このドアに入るってこと。このドア入ったらもう一回右を出発して先に進むみたいだ。笑うな。いやここまではいいんだよね、こっからテレサが浮いてくるからさ。このツタの上に乗っていけと。そしてここは左に行って、どうしよう。いやー左の音符乗ってみるか、音符乗ってみます。そしたら、うん、届かないよねえやった合ってた、多分合ってたよ。下からだったらまずかったね。そしてここはどうしようかな、オンオフすればいいの。どっか行っちゃったよ、よしこ。よしこ戻ってきて、頼むって。どこも行かないでよよしこ。いやまだ全然ある、全然ある。この下に行けばこの扉で合ってんのかな。やったまさかゴールできるとは思わなかったね。じゃあピンコインは何の意味だったんだろう。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、お知らせということで、まあサムネを見る感じで P スイッチを何個か押してゴールすればいいっていうコースだと思うんですよ。それが一体何個踏めばいいのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.35%、 まあサムネの感じじゃ14個ぐらいあったよね。 P スイッチを1回以上押してからゴール、え、たった1個でいいの。え、結構簡単な。この1個を踏めと、そういうことなんですかね。ドンキャルガッシャン、チャレンジだよ。いやこれはむつけえばい、これいけんのかな。まあでもそんなの余裕ってことぐらい見せつけてやろうじゃないか。Pスイッチが何秒の頃に出すかだね。7秒と6秒の間か。ということは7秒と6秒の間にジャンプすればゴールできるんじゃない。19、8、7、このタイミングでどうだ。いや今
今のはめっちゃ運が良かったね。あんまり見ないパターンだと思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。